さあ一方の渋谷のオフェンスどうか。ベンドラメのスリーポイント、さすがベンドラメレオ、ここで決めていきました。リバウンドアイアンケリー、ジョシュ・ホーキンソンが手を挙げて走っている。このホーキンソンには走力があります。川澤さん、この動きですね。そうですね、部分もありましたので、ロースコアになりましたもんね、はい、なのでその辺でのもう どのように守ってくるかってことは分かっているのかなと思いますね、はい、ここは田中大輝ピックアンドロール自分で行きました。小島の前には川田、小島のスリーポイント、あ、そうですね、ジェフ・ギブスを通り越してアクチェンバース、いや、高確率のスリーポイントで射抜いてきます渋谷、これで10点差、はい、よく入れましたね、はい、さあ山崎のスリーポイント成功で、そして渋谷ボールが回った、クレモンズからライアン蹴り、かなり後ろに下がりながら打つフェイダーウェイシュート、今の難しいですけど得意なんですね、はい、ここはカットインプレー、ジョシュ・ホーキンソンです。第3クォーター残り15秒、クレモンズが仕掛ける、ベンドラメのスリーポイント、いや、ベンドラメのスリーポイントが来ています。この5人で第4クォーターの開始を戦います。ライアン・ケリーのところすぐフォローに来たのはブラックシア、ジェフ・ギブスだ。ベンドラメが神様がついている、ギブスのリピック、もう一度スクリーンを使って今度は田中大輝のスリーポイント、ライアン・ケリーと中村拓斗になっている、ファウルはできない、アクチェンバース、スリーポイント成功。いや、仕事人がここで決めていきました。ボールゲットでオフィシャルタイムアウトに入ります。さあ何点差でオフィシャルタイムアウトに入るか、ここでジョシュ・ホーキンソンから外、ライアン・ケリー